使ってるかというと、地元、私の地元、皆さんお分かりですか？千葉県船橋市です。まあね、ちょっと今もう右手の方にディズニーランドが見えてきてるんですけど、あの地元千葉が大好きなので。聞こえましたすごいぴったりだねそう、あのちょうど千葉くんがね今こう見えてるんですけど、あの地元千葉県にちょっと帰りたいなと思って、ふとちょっとこう思いついたんですよね。で、まあ、自分がこう住んでた町だったりとか、また、まあ、学校とかすごい遊んでた公園っていうところが今ちょっとどうなってるのかなっていうのに、少しちょっとこうノスタルジックな気持ちになってしまったのもあるし、あとはやっぱりこう2022年始まって、今日みたいにねすごくめちゃくちゃいい天気で、なんかこう本当に晴れ晴れとしたなんか気持ちの中で、まあ、第一弾として皆さんになんか素敵なものがお届けできるかなと思って、今ちょっと車を走らせて船橋の方へ向かっております。ということで、あの一時彩花が生まれたルーツをですね、皆さんにお届けできればなっていう風に思っております。ではでは。こちらは一体どこでしょうか？もう答えを言っちゃいますね。もう本当にズバリ千葉の船橋市の近隣公園にやってきました。高根台の近隣公園という名前で、さっきねちょっとぐるっと少しだけ見てきたんですけど、ちょっと今飛行機の音がボワーってなってますね。飛行機の音もまあよしとして、私ね、小さい時に本当にここの公園でずっとこう春夏秋冬1年365日ずっとこう過ごしてきたんですけど、本当にねこの近隣公園にはたくさんお世話になりまして、さっきねというか実は幼なじみの弟にもあったんですけど、本当にすごく思い入れのあるところなんですね。で、実は私のこの後ろバッグちょっと見えてますか？これ私の生まれ育ったというか小学校です。ここ小学校見えますか？小学校とあと高根台団地って言って、私が本当に0歳から15歳の時まで本当に生まれ育ったところの団地なんですね。なので中学校を、あ、間違えた、小学校だ、小学校を、中学校を、ここね道路挟んで中学校だから、もう本当に目の前に小学校中学校があって、でそして今こうやってぐるーっと見えますか、公園、近隣公園ですね。なので本当にもうザ地元ということで、この公園にも足を踏み入れたのはもう20年以上ぶりなので、ちょっと懐かしいものとかきっといろんなこう景色も変わったと思うので、そこを皆さんにお届けしたいなと思います。はい、ということでですね、一面こう団地の中にいるんですけど、見えますか？私が生まれ育ったところの高根台団地というのは1棟から約300棟ぐらいある本当に大型の公共団地で生まれ育ったんですね。なので私が住んでたところのエリアっていうのは、その300棟ぐらいあるうちの、まあ、大体こう270棟ら辺に住んでいたんですよね。でそこの本当にその300棟ぐらいあるそのバッていう公団住宅の中で、まあ、当時3つほどのその小学校が集まっていて、でも本当にもう子育てをする世代の人たちがみんなこうバーって毎日こう賑やかに過ごしていたっていうエリアなんですけど、まあ、さっきのね近隣公園からこう始まりまして、今ちょっとこう自宅、昔本当住んでたところのエリアをくまなく今回っているところなんですけど、この公園とかもあったなと思って、このマカロンの、今でいうマカロンだね、マカロンのこういうのとか飛べないんだけどだけどこんな感じで、でちょっと石畳みたいな感じで、こういうところのね本当にたくさん遊具があるんですよ。なのでもう毎日こう本当に外に出ては夕方まで遊んで、それが本当にこう1年365
365日みんな友達と一緒にこう遊んでた時のことがすごい懐かしく今蘇ってきてます。はい、ということでようやく到着しました。もう本当に久しぶりですね。いやなんかちょっとこう言葉に表せないくらいいろんな、 なんかこう感動というかいろんなこう感情を覚えています。というのも本当に私がこう0歳からもう15歳の時まで、まあ、それこそモームスを、活動をして、1年ぐらいまではずっとやっぱりこの団地の中で私がこう出来上がって本当に子育ってきたので、でまたここのもう団地から表参道の事務所まで通って、全然電車も乗ったこともないのに、もう本当にこうまだ携帯もねここまで普及してるわけでもないのに、本当に片道1時間半くらいかけて本当にこう毎日活動をしてっていうところが本当にまあ私のこうルーツになるんですけれども、そうなんですよ。だからそうモームスのオーディションを知ったのも本当にもうここのもうエリアというか、もう本当にこの高根台団地の中で本当に私が本当に生まれ育ったというところなので、もしかしたらお友達とかももしかしたらですけどまだちょっとこう住んでいて、で、お子さん産んでとかっていうような感じもあるかもしれないし、だからそう考えるとねなんかすごく感慨深いなと思っていて、改めてねなんか来てみると本当になんかこう恵まれた環境の中でなんか伸び伸びと育ったなと思って、今こうして改めて自分自身が生まれ育った場所になんか戻ることができたっていうのもなんかこうきっとこう帰りたいなっていうなんか思いがあったんでしょうね。だからそれって一体こう何なんだろうなっていうのをまたその自分のルーツをこう探しに来ている旅のような気がします。本当にねこの今歩いているなんか踏みしめているこの一歩一歩のその感覚だったりとか、なんか自分が今こうやって成長してみて もちろん身長も高くなってるし、もちろん大人にもなってるし、なんかこんなにコンパクトだったっけっていうところも正直ある。でもなんか親が見てた景色だったりとか、それこそ子供の時に私がこう感じていた景色っていうのはやっぱりまたそれぞれ違うものがあるから、それこそここの私はここによじ登りですね、ここによじ登って上でおままごとしてたぐらいのおてんばな子だったので、それこそ本当はこういうさ茶摘みとかねしたりして遊んでたわけです。はい、ということで私が今ちょうど本当にこう生まれ育ったまさにこの地点でですね第1回目を終えたいなっていうふうに思います。いやなんかこう何でしょうね、新年始まって2022年始まってなんかきっとこう戻ってきた時にまた見えてくるものがあるのかなっていうふうに思える回に